天神祭り、天神祭、天神祭り、天神祭は日本各地の天満宮、天神社で催される祭り。祭神の菅原道真の命日にちなんだ縁日で25日前後に行われる。1年のうち1月の初天神祭りなど、ある月に盛大に行われることがある。各神社で行われる天神祭りの中では、大阪天満宮を中心として、 大阪市で行われる天神祭りが有名である。以下より大阪天神祭りのことについて記述する。日本三大祭、他は京都の祇園祭、東京の神田祭の一つ。また、生国魂神社の生玉夏祭り、住吉大社の住吉祭とともに大阪三大夏祭りの一つ。期間は6月下旬吉日7月25日の約 一ヶ月間にわたり、諸行事が行われる。特に、二十五日の本宮の夜は、大川、旧、淀川に、多くの船が行き交う船渡魚が行われ、奉納花火が上がる。大川に映るかがり火やちょ明かり、花火などの華麗な姿より人水の祭典とも、呼ばれている。他に、ほこ神事、う寺、流し新陸渡魚などの神事が行われる。二十四日宵宮 十五日本宮。天神祭りは、大阪天満宮が鎮座した二年後の天略五年、九百五十一年六月一日より、始まったとされている。この時の祭事は大川より上鉾を流して、流れ着いた場所に祭場を設けて、その祭場でみそぎ払いを行うというものであった。これが、誇り神事のもととなり、その祭場に船で放映したことが船渡業の起源と、 なっていると伝えられている。天神祭りは続いてきたが、日本三大祭りの一つと呼ばれるようになるのは、江戸時代からである。安土桃山時代に、豊臣秀吉より最大孔を廃漁する。官営末期に最上お旅所雑誌場に定めたため、誇り神うが取りやめられる。この頃、陸都魚の起源となる断りが登場する。慶安2年に出たお触れ書きによると、 多くの断じりが争って見合いりしようとするため、順番を決めさせたとある。漢文末期に小旅所が、恵比寿島に移転。元読時代になると、ご迎え人形と呼ばれる2メートルほどの人形を船の穂先に高く飾り付けるようになる。またこの頃より港が形成され、日本三大祭りとして呼ばれるようになる。この頃の天神祭りの壮大さは、東海道中膝作りんや、 世間胸残養の中に見ることができる。慶応元年、将軍、徳川家持が、長州征伐のため大阪城に入城したため、天神祭りは中止される。この年以降、維新の騒乱により、明治4年、1871年に復活するまで中止された。明治7年、1874年に船と魚が中止され、本社衛税やこれらの流行のため、明治十四年、 1881年に復活するまで再び中止された陸渡業のみ行っていた年もある。それ以外でも明治天皇の宝魚や大川の水位が上昇したためなどたびたび中止されることもあった。昭和5年1930年に植満南北、毛馬南北の提言により誇りを新時が復活。昭和13年、 1938年から昭和23年、1948年まで、日中戦争、第二次世界大戦の影響により船と魚や祭事、そのもの中止された。昭和24年、1949年に船と魚が復活するが、地盤沈下の影響で船が橋の下をくぐり大帯びしに到着することが困難になったため再び中止され、 昭和28年に上流に遡る形になる。昭和49年、1974年、オイルショックの影響で、船渡魚が中止される。昭和56年に、ギャルミコシが誕生。平成3年、1991年より、スイト祭と天神祭放浪花火が合同で行われる。平成6年、1994年に、ブリスベンで天神祭採用される。 平成17年、ギャルコシ誕生25周年イベントが行われた。平成9年、1997年は台風の影響で本宮が縮小され、平成12年、2000年は7月25日が皇順皇后の連想の儀のため、本宮が休みとなり、翌日の7月26日に振り替えで本宮が開催された。2019年には、 第125代天皇、秋人の生前退位によって徳人が5月1日に、第126代天皇へ即位されたことから、天皇陛下ご即位奉祝祭を兼ねて開催された。時間、祭事。祭事は、平成18年の皇帝を参考。天神祭りの新事はじめの行事で、この小族玉物式より、天神祭りの諸行事が始められる。平成十八年度諸役。 神郎、随神、牛江童子、猿田彦の、小族玉物式、小族たばり式、任命式が、6月25日11時45分より、行われた。まず、宮司より辞令が渡され、諸役を務める心構えなどが話される。この日より、諸役は再会といって、祭りまで慎むことやしてはならないことが、お宮から言い渡される。例えば、一。 葬儀に参列すること。一、喧嘩、揉め事などの争いごと。その他不条に関与すること、等がある。その後、諸役の衣装をつけ、本殿で報告祭を取り行う。最太鼓の一番太鼓と、続いて段尻林の一番章が、祭りの開始を告げる。大門開門。本殿において、人々の無病息祭と誇りを信じの無事が祈願される。 神保護校より推挙された大阪市立西天馬小学校の6年生の男子の振動によって保護竜橋の水上より保護を流す。もともとは蒸気のように保護が流れ着いた場所をお旅所と定めて祭礼を行ったが、お旅所が固定されてからはその役目は担っていない。その流された神保古を拾い上げるおとり船が太鼓を打ち鳴らし、ヤクラと海で航行する。 ほこりゅうしが終わると、七巡行まで正式な祭事はないが、各場所でいろいろな祭事が取り行われている。下記に記述。まず、祭太鼓による、から、ウスが行われ、その後も用したいこと、四死前が、七を巡行する。七、宇じ子の平安を祈り、神霊異魚祭で御霊をご法蓮に移す。祭りのメインイベントの一つ。 船渡御の乗船場までの御し渡御に随伴して、約4キロを約3000人が行列する。行列は、戦闘が催し対抗で、続いて、猿田彦やうねめ、花笠、少女の人形を乗せただし、牛江同寺などの第一人、お歯車や心霊を移した、ご法連のある、第二人、玉摩御子と大鳥御子の第三人によって構成される。 陸徒行の順番は、太鼓中、上穂子行、段尻行、天馬ライオンズ法子行、天神行、うぬめ、ちご、京神婦人会、大阪処林五分古行、福梅行、牛江道寺、小た行、花笠行、総武行、大阪府知事、大阪市長、坂木行、大新坂木、おはぐるま行、牛日行、お西木豚行、小菅外行、ご法連行、うじ子相談、 共産会委員、多摩子氏、大鳥御氏、観光会、祭り林の順である。陸都魚に続いて、メインイベントの一つ。船は四種類に分けられ、御神霊を乗せた、御法霊法案船、再太鼓船や段尻林船など神に仕える校舎の、区部船、神をお迎えする風流人形を飾った御迎え船、共産団体や市民船などの法廃船、 その他どんどこ船や子供どんどこ船、落語船など祭りを盛り上げるため自由に航行できる列外船がある。港湾船やグブ船が天神橋のたもとから出港して大川を遡り、反転して下る。共産団体による放廃船は飛翔橋よりより天神橋で反転し遡る。船同士が行き交う時には大阪締めが交換されるが、 ご法連法安船が通過するときは沈黙するのが習わしである。また、法廃船より具部船へは、大阪締めを求めることはハットとされ、その逆に、大阪締めを行うのは、順当とされる。他に、舞台船やかがり船などもあるが、渡御せずに定着して、神楽等を奉納する。ご神霊を乗せた、ご法連法安船を見下ろすことがないように、 五法蓮法安線の通過する橋の中央には、成虫の覆いがされる。渡御の渡し中、五法蓮線では、水上祭が採行される。定着している舞台船や具部船から、神楽らや林が奉納される。この頃から、花火港によって、奉納花火が打ち上げられて、祭りは最大に盛り上がる。1999年により、花火港は消滅し、 天神祭り花火実行委員会によって、川崎公園、桜の宮公園の2カ所で放納花火の打ち上げが実施されている。川崎公園では2002年より、大阪日日新聞主催の水戸祭の一環で花火が打ち上げられている。放納花火については、2015年2016年に5000発を打ち上げ。 天皇陛下御足位奉祝祭を兼ねて開催された2019年には、御足位への奉祝花火も特別に打ち上げられた。当御が終わった一団が天馬宮に戻り、祭太子と共に大阪締めを行う。四姉妹が四方清めと本殿へ走り込み、その後官御祭が本殿で採行されて、祭りは終わる。事として、祭りのスケジュールには含まれていないが境内では、 だんじり林やや、竜踊りが奉納されたり、お迎え人形が展示されたりしている。堺外でも、夏季のような祭事が取り行われている。7月23日に、オーディションで選ばれた女性が担ぐみこし巡行。主催は、天神橋筋商店会、天神橋4.56丁目商店街。 選考がユニークで米俵を持ち上げる選考と、隠し芸などの PR 選考によって選出れる。やるみこしは、祭りのと行列、本体には参加しない。宵宮の十字頃から市内をトラックによって、パレードを行う。トラックには、子供みこしやだんじり林などが乗り込む。市地の、拡張内のみこしが、境内に、見入りを行う。昭和63年から、 放納イベントの一環として行われているドラゴンボートレース 3K スポーツ主催。本宮の日にはテレビ大阪が関西ローカル向けに生中継18時55分20時54分。本宮が月、水、木、金、日曜日と重なる場合に当該時間帯で放送されるテレビ東京制作のレギュラー番組については水金曜日であれば本来の 土曜エンターテインメント枠、月曜日であれば翌日、火曜日の同じ時間帯、ローカルセールス枠で振り替え放送を実施する。テレビ、大阪本社、大阪市中央区大手前の屋上から、放納花火を一望できることを踏まえて、生中継に際しては、屋上に進行用の舞台、放送上の故障は、スタジオや屋台を設置。西川清とハイヒール、リンゴ、 桃子が総合司会、テレビ大阪のアナウンサーから1名が、進行役を務めるほか、同局制作のレギュラー番組の出演者、主に、万田久子、三田村国彦や、演歌歌手主,主に、大阪府出身者をゲストに迎える。出演者は、全員浴衣姿で、スポンサーから屋台などを通じて提供される、飲食物を摂取しながら生中継を進行。基本として、 放納花火が出演者の背後に映るような配置で放送しているが、中継の随所で出演者が花火を鑑賞できるように、舞台は複数のスタッフが両手で押しながら回転できるように設計されていい。また、大阪天満宮の境内、または門前から宮入り、列外線の上から花火打ち上げ、天満宮に近い天神橋筋商店街から賑わいの模様を随時中継。 平成時代最後の開催であった2018年の生中継からはヘリコプターによる大阪市及び周辺地域の空撮中継も取り入れている。その一方で地上デジタル放送以降後の2015年以降は生中継にマルチチャンネル編成を採用。サブチャンネル073チャンネルでは船と魚と放納花火の映像を千年屋年行きアナウンサーの ナレーションや進行で紹介する。千年屋が、テレビ大阪を定年で退職、フリーアナウンサーへ転身した2019年からは、FMO とのコラボレーション企画を実施する席で、同局の番組パーソナリティから1名が、サブチャンネルの進行に加わっている。一般参拝、観覧客としてではなく天神祭りの神事や祭事に参加するには、基本的にこうに所属しなければならない。 天神祭りはあくまで大阪天満宮の氏子による祭事であるためである。しかしながら、公の条件は厳しくなく、大阪天満、ライオンズクラブ法施行など、新しい公務も認められている。また、公の人員不足のためアルバイトやボランティアといった形で参加することもできる。他には、市民包廃線の公募に応募したり、帝国ホテルの包廃線のチケットを購入して、 船渡魚に参加する手段もある。清掃ボランティアも募集しており、天神祭清掃ボランティア天神祭美会委員会、ストバスターズに参加する方法もある。天神祭りには公、または公社と呼ばれる団体があり、この公が天神祭りを支える大きな役割となっている。公の起源は詳しく明らかになっていないが、古い公は江戸時代よりあったと言われている。もともと、 公とは同じ志を持った集団であり、天神祭りに奉仕するために、商人の町であった。特徴上、米ど屋や八百屋など、各同業団体などで集まってできた。一般参拝、観覧客としてではなく天神祭りの神事や祭事に、参加するには、基本的に公に所属する必要がある。大阪天満宮の公をまとめる、大阪天満宮公社連合会があり、 天神祭りの基本的なことはこの会で決められる。現在の校舎連合会会長は、福梅校の校元、総石高、胸石方氏である。主な校舎は、最太鼓の太鼓中、天神祭で、都行列でご神体を、お乗せする古法連合、大鳥御子氏の官南連合大鳥氏に横、玉御子氏の中央市場魂横、段尻林の地車港、獅子舞の天神港、 牛営道時の福売港、米国省の沖外港、五新酒港、花商組合の坂木港、船渡魚の船を世話する、お船港、どんどこ船のどんどこ船港、出版業界の五文庫港、牛、日港、天神橋商店街のお歯車港、この港の二十三日のお歯車巡航に合わせて、ギャル見越しが行われている、など現存する校舎は三十二団体である。校によって、太古中は、 再開庫、じり校は、境内でのじり林の演奏、踊りを奉納するなどと役割が決まっている。しかしながら、上記でも述べたが、校を構成する人員も年々減少しているため、アルバイトやボランティアなどの参加が増加している。とりわけボランティアは、ダストバスターズと呼ばれる清掃ボランティアが活躍している。 天神祭りの陸と魚の戦闘を起きる枕太鼓台で6人、一組で3人ずつで、大太鼓を挟んで叩く。叩きでは、眼人、眼字と呼ばれ、特徴としては長い赤い布が垂れ下がった投げ頭筋と、呼ばれる絵ニに帽子をかぶる背中に、背ぶちと呼ばれる木の棒を背負っている。眼人が打つ太鼓を担ぐ人を、担ぎ方といい、担ぎ方を3年以上経験しなければ花形である。 岩人にはなれない。あと、担ぎ方と岩人を統率する、斎藤、財頭と、斎方、財方がいる。太鼓の演奏法は独特で、大阪府の無形民族文化財、記録選択となっている。斎太鼓の特徴は、カラウスである。からウ臼は斎太鼓の太鼓台の下に丸太を挟み、その丸太を軸にして、シーソーのように揺らしながら太鼓を叩く豪快な技で、ある。 縦に揺れる縦から、薄と横に揺れる横から、薄がある。岩人は落とされないように縄にしがみつきながら太鼓を叩くが、この時でも投げず金が落ちないようにしなければならない。ご迎え人形は、原独期に、祭りの前に町内に飾られ、祭りになると、船に高く人形を掲げて、神霊を迎えたことが、始まりとされている。当時の人形は2メートルほどであったが、 強報年間の人形芝居の流星により4メートル以上ある大型のゴム会人形も制作されるようになった。高貨3年の天馬宮古神寺ゴム会船人形図によると44体あったが維新や戦火で多くが焼けてしまい15体になった。うち14体は大阪府有形民族文化財。ゴム会人形の多くは歌舞伎や農物を題材としており、他には 橋場秀吉や坂田君時、菅き、など、和漢の歴史や物語の人物が多い。天神橋筋商店街の天神橋筋二丁目アーケードに、ごムかえ人形をモチーフにした人形を見ることができる。ごムかえ人形の逸話として文政七年に、ごムかえ人形の安倍安奈に恋をした、天満大物史上の娘沢の話が残っている。残っている十五体は、 天神祭りの期間中数体が境内で展示される。どんどこ船の起源は前日のゴム飼い人形を飾った、船から来ている。もともとは天馬船を使っていたため天馬とも天馬とも呼ばれる。名前の由来はどんどこと音をかき鳴らしながら進む、姿から来ているとれている。金太鼓に合わせて二十八人の小木手が、一斉に貝を漕いで進む姿は有送である。 どんどこ船は、陸渡魚には参加せずに大川を織り祭りの開催を知らせる役目を担っている。船渡魚になると列外線の一つとして、祭りを盛り上げる役目を担う。高校生から、大人が乗船しているどんどこ船、木場若中と、小中学生が乗船している子供ど,どんどこ船、木場小若の現在二つの船が活躍中。木津川、土佐堀川、大川、東堀川、 道頓堀川を縦横無尽に行き来する様は、大阪夏の風物詩の一つとして有名。二十四日の保護流神事の際に神保を拾い上げるおとり船も、どんどこ船、騎馬若中のメンバーが太鼓を打ち鳴らし、ヤ倉と海の人力で航行。宮入り、どんどこ船を陸に上げ、船ごと境内に入るの際に神保を返す役目も、どんどこ船港、騎馬若中、 木箱赤が行っている。天神祭りの竜踊りは、長崎、茶踊りと発音、中華街や神戸南京町の春節祭での複数人で竜の人形を操って踊るそれとは異なり、竜が天に昇る様を模して踊る。踊り手が指を曲げ、手や体をくねらせて、昇竜を表現しているのが特徴である。宵宮屋では、 断じり校によって断じり林の太鼓と鐘に合わせて踊る姿を境内で終日見ることができる。また、船と居では市民包廃戦や共産団体の包廃戦の戦場で踊っている姿を見ることもできる。なお、ながら流と呼ばれる断じり林では運をつくという断じり踊りがなされており、流踊りとは異質なものと考えてもよかろう。天神祭り以外でも、 大阪市内の熊田神社、長良八幡宮、いよいよ、堺神社、桑津天神社、朝日市民の八幡大神宮などや、豊中市の服部天神宮などの神社の、だんじり祭りなどで盛んに踊られている。また、他には、梅田近辺での路上パフォーマンスなどで見かけることが、できる。なお、長良八幡宮や服部天神宮での踊りは、竜踊りではない。 大阪でよく使われる手締めの一種でもともと、生国魂神社に伝わる五節からなる大阪締め、手打ちが省略されて三節になって使われている。三節目が、よやさの、用意とさや、商売繁盛になる場合もあるが、天神祭で使われる大阪締め、手打ちは、下記のスタイルが一般的である。打ちましょパン、パンも一つ、もう一つ性、パン、パン用 用手3度、パ、パン、パン。天神祭開催中は、大阪じめ、手打ちは、いろいろな場面、場所で使われるため、聞く機会の多い福回しであり、後廃戦同士や、列外線と行き違う際に大阪じめ、手打ちを交わすため、後廃戦に、乗船の際は、練習を行う。大阪天満宮で採用される、星焼いた名畑祭りや、天神祭りのガイドをする。 天神橋筋商店街のキャンペーンがある。大阪天満宮の御子と同等の立場にある。天神橋筋商店連合会、天神橋1.23丁目商店街の主催で、平成15年より公募が開始され、毎年10名が選ばれている。ついと大阪をイメージした浴衣の上に、千葉屋を着用し、大阪天満宮の花、紅白の梅をあしらった。 華やかな冠をつけて放仕する。星焼いたバタ祭り、7月7日と天神祭、7月24日から25日の期間中や大阪市の各種公共イベントで活躍するほか、大阪天満宮の10日、エビス、天満天神エビス祭りで福娘として放仕する。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。